はい、靴の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちらです。ズワン、はい、出ました、フィギュアーズゼロ、ワンピースから大海賊百景。こちらのね、ルフィとチョッパー、こちらがね届きましたんでね、いやこれはね結構待ちに待ったって感じはしますね。これはね、麦わら海賊団ぜひ全員、うん、集めたいと思えるような出来なんですよね。まあ、実物見てみないとわからないんですが、まあ、こんな感じでね、もうすでに3人のラインナップが決まってるんですよね。ゾロにナミト、はい、こちらね、もうすでにゾロとナミもね予約してますんで、これはね届き次第またこちらのチャンネルでご紹介していきますんでね。はい、でこんな感じでね、全員集まるとね多分壮大なジオラマチックなフィギュアになると思うんですよ。はい、なのでねこれは集めていきたいと思います。はい、その第1弾としてね、このルフィとチョッパー、はい、こちらが第1弾として先に出ました。はい、これをね今回は開封してご紹介していきたいと思います。はい、一応ねもうブリスターの状態ですけれども、こんな感じですね。はい、もう多分ね組み立て不要かな、うん、完成品って感じかなこれはね。はい、いやこれもうすでにね見た感じでもう出来の良さが伝わってきますけれどもね。はい、ではブリスターから出してね実物見ていきましょう。はい、バンとねもうすでに出してありますが、いやこれはねフィギュアーズゼロの中でも抜きん出てる出来かもしれん。久しぶりにねワンピースのフィギュアーズ買いましたけど、これは素晴らしいね。まずチョッパーなんてめっちゃ似てる、もうクリソツですよ、かわいいし、もうこういう装飾品とかね、もう鎧、もう刀とかそういう小物とかも全て完璧ですねこれね。うん、いやーよくできてる。うん、このチョッパーだけでもいいねこれ、すごいよくできてる。でルフィの方ですね。はい、いやこれもねもうほんとねイラスト通り、うん、イラスト通りの出来ですよ。こうね伸びた腕、武装色まとったねこの拳で、この煙のエフェクト、造形彩色ともに完璧ですね。うん、でこういうねジオラマチックにこういう小物とかね、うん、宝箱で、何よりもねこの台座のこのコイン、うん、金貨、これが散りばめられてる台座っていうの、これが素晴らしい、豪華さを引き立たせてる感じ。いやこれはいい。うん、いやいいね。うん、このルフィの顔もよくできてる。でこのマントっていうのかな、ジャケットっていうのかな、もうこれもねすごいね、ボリューム感をね出させてるこれ一つで。で麦わら、うん、これもねすっごい細かいところまでね造形されてます。はい、いやこれはね、いやマジでいいわ、久しぶりのフィギュアーズゼロ当たりじゃないですかこれ。あとねこちらの台座ですけれども、裏を見るとお分かりの通りね、もう岩肌がね見えてるんで、おそらくこれはね連結すれば隠れるような場所だと思います。はい、
うん、多分それを前提に作られているので、であとねこちら箱のね中にこういう台紙が入ってました。はい、まあ、これをね別にこうやって背景として飾るのもいいと思います。はい、まあ、おそらくねこのラインナップからしたらこういう感じで仕上がると思うんですよね。だからこの後がね、まあ、こういう風にもう全キャラがそのシリーズとして出るのかっていうことですよね。大海賊百景としてだとしたらとんでもないボリュームですけれどもね。はい、でも期待はしたい。うん、懐は寒くなるけどいやこれはねほんとね続きのねゾロとナミ、これ期待したいですね。特にねゾロ推しの私としてはね早く見たい。うん、なんかこのねルフィとチョッパーを見るとね期待せざるを得ない。まあその分ちょっとこれハードル上がっちゃったけどね、うん、どうだろうなゾロ、うん、同じぐらいだったらもう間違いないね、うん、いやこの躍動感もあるね。いやこれは素晴らしい。ほんとこれね全部集めたくなるわ。はい、もうワンピースファンなら間違いはないと思います今回は。はい、ということでね今回はフィギュアーズゼロ大海賊百景、こちらのねルフィとチョッパー、まあ、チョッパーはおまけ的な感じだよね。もう大きさがね違うからねルフィにくっついてきたって感じですけれども、これはねほんとボリューム的にも大満足ですし、何より出来が素晴らしい。はい、ではねこの後回転台座に乗せてね回してお別れとなります。もうすでにねゾロとナミも予約済みなので届き次第ご紹介しますんでね、この機会にぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。